7月6日木曜日20時になりました。アガトリングラジオでございます。皆様今日もよろしくお願いいたします。ちゅうわけでよ、今日は浴衣ウィークじゃーん。というわけでですね、はい、浴衣ウィークです。はい、なのでちょっと今日はですね浴衣を着ております。はい、マジで本当に10分前か13分前ぐらいにたどり着いて、あの10分で着付けしました。強くないですか。自分で着付けしました、イエーイみたいな、やったね強くないですか。私素晴らしい。帯もですね自分で結ぶタイプでございます。10分でガーって結んで、キャンさんと喋りながらね。そうで、キャンさんがさ青でさベレー帽だったわけ。いやマジでかぶせすぎと思ったんだけど、思いのほか大丈夫ですね。匂わせじゃない、よかったよかった。匂わせみたいになんじゃウケるって話をしたんですけど大丈夫でございました。はい、というわけで、はい、コメントありがとうございます。わ、褒められてる、嬉しい。高尾さん、沖縄大好きさん、ヤンキティさん、おっと、そしてカーボーイさんどうもこんばんは、そしてヤンボーさんどうもこんばんは、こんばんは。そう、10分すごい、10分すごいのよ、私すごいの。ただねちょっとね、この浴衣ね固めだからね、このすごいなんかめちゃくちゃマッスルボディに見えるわけね、肩強みたいに見えるわけなんですけども。でベレー帽と合わせてます。ベレー帽とイヤリングつけてます。ショートヘアはショートヘアなりの、あの働き方があるんだよってことでございますけれど、そう珍しく浴衣ですね。でも浴衣ウィークなんで浴衣着ないでおこうかなと思ったんですけど、一応着とこうかなって思いましたね。猫ジラは今日いないですね。猫ジラなしでよろしくお願いします。でおはしゃりがね、そのなんかあんまり綺麗に、そんなに綺麗にできなかったのがちょっと惜しいですね。後でねちょっと写真ねキャンさんに撮ってもらうんですけど、その時にはちょっと綺麗にしとこうかなと思って、まあ、10分じゃこのクオリティでもうギリでしょみたいな感じなんですけど、そう可愛くできましたので皆様に見てほしい。あ、見せよっかな。はい、こんな感じでございます。あ、ここ適当なんですけど、これあの結ぶ時間なかったから、はい、こんなんでございます。はい、あざまーすあ、どっこいしょ。ただね後ろがねちょっとゴワゴワしてるんで、後ろは見ないでくださいって感じですね。後ろがねちょっとゴワゴワしてますけども、はい、そんな感じで今日は浴衣ウィークということなので、今週が浴衣ウィークということなので着させていただきました。ありがとうございます。白塗りしない？マイオアシスは白塗りだったよ。そうなの、白塗りはしないかな、しないかな。京都とか行ったらやろうかな、ワンチャンね、ワンチャン考えようかなと思いますけど、普通にメイクもね、なんかこうさ浴衣をさしまってるところから撮るのがすごい大変でさ、めちゃくちゃ大変だったわけ。もう汗だくになってから、浴衣どこって拾ってたんですけど、頑張りました。あ、コインありがとうございます。チョンダラでしたね。そう、チョンダラやらんな。コインありがとうございます。沖縄大好きさんありがとうございます。そしてひふみさんからですね、もう早くも水の差し入れをいただきました。ひふみさんもなんか浴衣着るらしいですね。だから今日浴衣着てる人少ないんじゃないかな、オードブルもやらないんじゃないかなみたいなこと言ってたんですけど、もしオードブルが効いてるんだったらマジでやってね。はい、水飲みますあー、うましい、うましい、ありがとうございます。お水いただきました。さあ、ごっくんちょうたいただきましたね、ありがとうございますって感じで、で今日も基本的にねいつもガトリングラジオトークテーマやっていませんので、今日あった話をすればいいだけの話なんですけれども、まあ今日はですねちょっと買い出しに行っていたよって感じで外に出かけておりました。昼過ぎからもうずっと夕方ぐらいまで時間ブレブレとか言って動いてて、で一回あれみたいな、あ今日浴衣ウィークやないかいみたいな、ジンベエじゃないで、ジンベエじゃないで、何がやる急に、どうしたんだい。こんなに浴衣着て頑張ったのにさ、15人来て、何人帰ってんの、半分ぐらい帰るってどういうことだっけ、どういう料金だわけみたいな、まあいいですけど別に、なんですけど、あ、何の話だったっけ、そうで、あれですよって話なんですけど、普通にね、昼から動いてて、で、やべえ、浴衣用意してね、やべ大丈夫かなみたいな思ったんですけど、去年は浴衣着たかなんかで、でリカさんと やってたラジオかな、その時に来たんですけど、その時にもめちゃくちゃバタバタになって準備を怠りまくる人だから、なんかあれないなみたいな、やべえ時間ねみたいになって、本当にバタバタで着付けしてなんとか間に合ったみたいな、もう本当に着付けだけしましたみたいな感じになったんですけど、その時はあれだな、なんか髪の毛長くしてたんだな、なんだっけ、エクステつけてたから適当に髪の毛結んでみたいな。でエクステつけて髪の毛長くしてんだったらさ、もっと髪の毛可愛くしろよって話なんですけど、だって時間がないから、私なぜ時間がないかっていうとですね、余裕をぶっこいてしまうからなんですよね。そこは気をつけないといけないところなんですけど、はい、そんな感じで皆
皆様どうもこんばんは、ギリ間に合った綿貫からでございます。高松さん、綿貫さん、こんばんは。今日もとても素敵です。ありがとうございます。浴衣グッジョブ、ありがとうございます。先ほど第2回目の収録を済ませましたということで、サッカーの番組をね、日曜日に流しているということなんですけど、この収録でやったよってことですね。沖縄さんがね、こんばんは。あらかわいい、ありがとうございます。あ、嬉しい。マジで冗談抜きで本当にかわいい、ありがとう。はい、かわいいを最近いただいておりますね。帰り寄ったな、本当に。今入ってきた人一瞬で帰り寄ったな。許さんぞ。ナイス、カーナー、こんばんにゃ。こんばんにゃ、どうも。こんばんにゃって自分で言った後にグサって刺さる感じね。かわいい系のこと言えないんですよ、本当に。はい、10分です。10分で頑張ったんですよ。で、カーボーイさん、ゴムゴムのガトリングラジオのかなちゃん、キャンさん、皆さん、こんばんは。毎日、飽きもせず暑いですね。浴衣ウィークで居酒屋行ってるのかな。いいな、酒飲みて。珍しく浴衣、そうですね。あ、またさん、お茶ありがとうございます。で、褒められてますね。褒められてますね。ありがとうございます。はい、コメントしてもいいんですよ。コメントしたくないんだったらしなくていいですけど。なんですけど、で、今日はね、あれですよ。だから買い物に行ってましたよって感じなんですけど、近々ですね、来週ですね、来週、私、誕生日なんでございますよね。はい、あ、ナイス、ありがとうございます。あー、そんなにおめでとうって言わないっていいのに、ありがとう、そんなにおめでとうって言わなくていいのに。はい、ああ、高坊さん優しいんですよね、本当にね。てかもう、うちのさ、わかります？うちのあの、ボランティア飼育員の皆さんはですね、非常に優しいんですよ、本当に。ボランティアとね、ボランティアと名乗るだけありますよね。ありがとうございます、本当にね。7月の14日で、29歳に、あ、つら、30が近い。あー、でも大丈夫です。私30からまた25に戻る予定なので、30を超えない予定なんで大丈夫ですね。29でございます。来週の7月14日誕生日なので、で、誕生日の次の日に、私が働いているアニバコですね。あー、CM 流すな。おい、びっくりした。おい、びっくりしたな。あれ？待って、CM 入ってないんじゃないの？確認してないんじゃないの？後で自分の携帯から流しますね。本当に。さっき確認すればよかった。あ、やったな、これ。あー、やったぞ、これ。あー、塊をしたぞ、これ。あー、もう本当にね。まあ、致し方ないんですけど。これなんだっけ？タスクの終了か。はいはいはい。で、そうですね。で、曲をね、BGM 流したいんですけど、もうちょっとお待ちくださいね。先週に続いて。はい、音をね、音がない状態でございます。大丈夫。すぐ間に合うから。私、何も、この、わかる？この、どうしようってならない人だから大丈夫ですよ。まあまあ、そういう日もあるよね、みたいな感じなんで大丈夫ですよ。生放送なんで、こういうものがつきものだと考えてください、皆様。はい、オッケー。大丈夫でしたね。うん。機械が固まったの。それもう、私のせいじゃん、もう、これ。ありがとうございます。機械がね。あ、元気かな、かな？いっくんさん、どうも、こんばんは。あ、ありがとうございます、カメツーさん。いつもだけど今日はより一層。かわいい！ありがとう、かわいい！ありがとうございます。やっぱ浴衣ってなるとあれなんですか？テンション上がるんですか？皆さん。うぃってなるわけなんですか？今日はね、頑張って、綺麗な、かわいいね、写真も撮ってもらおうかなと思います。こちらですね、なんと、イヤリングでございます。もうさ、ヘッドホンのせいでさ、ちょっと見づらいかと思うんですけど、プラプラプラってしてるんですよね。うわー、かわいい。これ、プラスチック製！ありがとうございます。うるせえ、ほんとに。うるせえ。上がるぜー。そう、あとでね、写真も撮ってもらいますのでね、ツイッターにちょっと上げてかなと思います。ちょっとですね、私の携帯を撮りたいんですよね。ちょっとお待ちくださいね。音源がね、あれなんですよね。CM がね、今日から新しくなるわけなんですけど、届いてなかったのかな。確認を怠りました。大変申し訳ない。着付けに意識が行きすぎてですね、マイクをね、ここにセッティングすればいいだけの話なんですけどね。白塗り面白いしません。いつも私面白い系で言ってるんだから、ここぞとばかりに可愛い出さないといけないんじゃないかなと思って。ワンチャンでも考えたんですよ。白 T に浴衣って書いて、ああ、はい、浴衣ですってやるのも考えたんですけど、まあ、着るかと思いましてね。着ました。はい。夏祭りとか行きたいですね、こんなんでね。いいですね、頑張りたいですね。でもこんなのもう暑すぎても絶対外で着れないかもしれない、ワンチャンね。定期的に涼しい風を送らないと死んでしまう可能性があるね。アルメス。CM をね、流す準備しておきましょうね。あ、これアップルストア、ファイルを開きたいんですよ。あ、いっくんさん、デイジー素敵、ありがとうございます。マジで本当に、なんか肩がさ、ここさ、なんか強くなるのが嫌なんですよね、この浴衣って。なんか気の抜いた時にさ、肩めちゃくちゃゴリゴリになってるから本当に嫌なんですけど、どこ行ったかな。
CM トゥルン、あ、これだ、はい、あとで CM 流すときに一気にまとめて流しますので、はい、白 T に浴衣めっちゃいいからパクらせてもらいます。やだ、パクらないでください、パクらないで、私のだ、私のだ。また BGM が止まりましたよ皆さん、 BGM が止まったぜベイベイ。はい、というわけで、タスクの終了ですねさあ、ミュージックがない感じの、番組になっておりますけれどもね、大丈夫ですね、私が何もビビらずにやっていますので大丈夫ですよ。ガトリングラジオのジングル、どこだったかな、まあ、BGM がちょっとわかんないんで、あ、なんかとりあえずなんか適当なフリー音源を流しておきますね。はいはいはい、大丈夫です。あ、懐かしいですね、懐かしいですねあー、ドンコクさん、どうもこんにちは。これあれですね、前のリカさんとかとやってた時のラジオのエンディングですね懐かしいですね。この曲ですね、フリー音源ね、それよけワンダーランドって曲なんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。皆さん YouTube とかで見てください。あ、そうだ、生誕祭の話をしたかったんだ、忘れてた。カミツーさん、どうもです。7月15日の生誕祭は21時からの予定です。21時から3時の予定です。アニバコが基本的にその時間で営業しているので、まあ、時間拡張とかはしない予定で、もうね、死んでしまうからね、本当にね。もうすでにですね、あのシャンパンを一気しろみたいな、シャンパンを飲めとかね、あの本当にね、前払いでお金を払われているお客様がいらっしゃるっていうね、おこおー怖い怖いみたいな、なんで今飲ませてくれないんですかみたいな。でもなんか生誕でお祝いしたいよっていう気持ちがある方なので本当にありがとうございますって感じなんですけど、っていう感じでね、はい、生誕が7月15日、アニバコの方で、やっていただくということなんですけど、まあ、そこで、イベントというか、まあ、簡単なイベントですけど、それをやる予定なんですよ。これがですね、題して、カナコリアの好きな曲、歌い切るまで、帰れま、てーん!あ、そうそう、返しま、てーん!という感じなんでございますけれどもね。はい、パクリでございます。パクリです。これ私の好きな曲、アニソンとか戦隊ものとかボカロ曲、これ10曲全部みんなが歌えそうなものをちょっとセレクトして、1位から10位作ったので、それを歌ってもらって、参加費とかは基本かからないので、歌は基本的にもうこの飲み放題の中に入っているもので歌い放題なので、歌っていただいて、1位から10位で、私がランキング作ったものをですね、当てていただいて歌っていただいたら、その順位に順位に合わせた、景品みたいな商品もプレゼントしますよみたいな、私の直筆の手紙が2つと、あと似顔絵似顔絵サインじゃないんかいみたいな似顔絵、即座に目の前で描きますっていう似顔絵を1枚っていうのがあったりするので、うん、セトリはあげません。パイレンジャー入ってませんね、残念でしたもういつまでパイレンジャーヒットラヘッドラだ、なんだかんだ、もう本当にやるわけないやろ、アニソンだよ、アニソン、アニソンでございます。皆さん、かなさん、リスナーの皆さん、こんばんは。しゃい、天空スタジオから生放送お疲れ様です。浴衣姿とても鮮やかでとても似合っていて素敵ですね。浴衣姿といえばお代官様が女中にある時代劇の着物の脱がせか脱がさせてみたいな。黙れもうね、武蔵さんいいね、飛ばしまくってるね、もうわかる、このいいね、この本能の赴くままに生きているね、そうね、素晴らしいことだと思います。人間ってやっぱりね、理性でね、このこれを抑え込んでしまうんでつまらなくなってしまうかもしれないんですけど、武蔵さんはもしかしたら抑えてるかもしれないけど、私の中では超面白い。 OK、 よろしいっていう感じでございまして、で、まあそれの景品のラストワン賞で、フィギュア、私の好きなキャラクターのフィギュアとか、なんかその辺もね、ちょっとラストワン賞で、何のキャラクターかは言いませんけど、ちょっと必要だったもので、それをちょっと買い出しに行って、これがいいなと思って買って、で、それ以外にもね、その日着ていく、衣装とかのものとか、なんかいろいろちょこちょこちょっと買い出しで買ったりとかしてって感じですね。で、その当日はですね、そのイベントプラス、私が、料理、というかあら汁がすごい好きなんですけど、そのあら汁を作って持ってくるので、それもちょっと販売するって形でやろうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、 BGM がねないんで、ちょっと今日もね、ちょっと行けっかな、もう一回行ったらいけるかな CM。 はい、 BGM 終わっちゃいましたけどね。はい、 BGM 終わっちゃったから、何がいいかな。私の好きなね、BGM がこれなんですよ、これいいよね、こう浴衣ウィークっぽいんじゃない、これ夏祭りっぽいんじゃないですか、これ皆さん、これ いかがお過ごしでございましょうか
ガトリングラジオでございますみたいな感じね。いいんじゃないですか。おいしょ、プロミスキーパーとベタニアチャーチだけこっちで流して、それ以外は携帯で流しましょうかね。はい、あ、もうダメですね、もう、はい、ダメです、流せません。はい、終わりました。はい、マッチョドラゴン歌える？歌えない。グレタマさん、ジンベエ着てサングラスするとヤンキーが敬語になる。あ、そうなの？そうなんだ。タカボさん、本能寺の変だな。違うね。そして、まあ、曲のね、セトリを教えたら全く楽しみがないので、私の生誕のね、あの1位から10位のやつは誰にも教えません。うちのオーナーにしか教えてないかもしれないですね。はい、でも基本的にみんな多分分かるかなっていう感じで、一応もし歌えない、知ってこれかなと思ったけど歌えないよって言ったら私が歌うっていう、それで、まあ、リクエスト料金にかかるんですけど、ね、そんなのもありますので対応はできますので頑張ってくださいねという感じで、はい、7月15日にですね生誕ございますので、よかったらよろしくお願いいたします。あら汁食べた日、ぜひ食べに来てください。よろしくお願いします。はい、その日限定のちょっとね、あのプラン的なものがちょこっとありますのでね、そんなに、なんかいつもと違うってことはないんですけどね、普通によかったら遊びに来てください。というわけで、そろそろ CM 流したいかなと思うんですけれども、はい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 、 BGM 鳴らして、はい、BGM 鳴らして CM をね、これね、もうなんかもうちょっとごめんなさいね、もう私のちょっとスポンサーのものしかちょっともう流せないんですけれども、アニバコの CM はどこに行ったんだ、アニバコの CM はどこ、あ、これだ、こちらですね。はい、じゃあ CM 流していきまーす。オタク話に花咲かせたいそこのあなた、アニバコって名前もオタク女子たちと趣味の話で盛り上がれるアニソーバーがヤフソ通りにありますよ。月曜日から木曜日は20時から26時まで、金曜日と土曜日は21時から27時まで、日曜日は定休日。さあ気になったそこのあなた、アニバコにレッツラゴー。さあ、あの CM なんですけれどもね、連続で流すことができません。なぜなら、私の携帯から流しているからですね。はい、新 CM でございます。キャンさんと、協力して、なんか撮らせていただきました。はい、新 CM でございます。よかったら皆様ね、ちゃんと耳をかっぽじって聞いてください。よろしくお願いします。グリーンカレーとか、ガパオライスとか、タイ料理食べたいな。今、タイ料理と言いました？タイ料理ベンジャロンでは無農薬野菜やハーブ、米油など食材にこだわったタイ料理をタイ出身のベテランシェフが現地の味でお届けします。ギノワンタイ料理で検索。おしゃれくないですか、私の新しい CM 素晴らしい。というわけで、はい、ギノワンにありますタイ料理の、はい、ベンジャロンというお店ですね、こちらが新しくスポンサーに加わっていただきましたということでございます。ありがとうございますというわけで、皆様よかったらね、普通に食べに行ったりとか私するんですけど、美味しいのでよかったら皆さん食べに行ってください。よろしくお願いします。長谷川さん、よかった、いいよ、かな、ありがとうございます。ゴーさん、キャかわいい、きっと本音、うわ本音ですね、これ絶対本音ですね、ありがとうございます。で、時間そろそろあれなので、あれしましょうね、ごますりコーナーしましょうね。はい、ごますりコーナーの BGM 行きたいと思います。おいしょー。さあみんな揃って楽しく元気にごまをすりましょう。さあ、このお時間は、わたぬきがスポンサーの皆様に媚び寄る時間帯でございます。まあ、スポンサー以外の方々にもね、ごますっていただいても全然大丈夫ですよ。今日のね、私の浴衣に対してのごますりをしていただいたりとかしても全然大丈夫でございます。よろしくお願いします。というわけで、はい、基本的に、毎週木曜日のラジオになりますので、木曜日の営業日の話ばっかりするんですけれども、はい、ですね、まあ私のね、まあ生誕祭がありますよって感じなんですけど、7月14日、15日、2日連続で出勤しておりますので、よかったら2日連続で来てくれると嬉しいでございます。はい、そんな感じで。で、まあ基本的にアニバコはですね、6時ですね。はい、の6時間勤務でございます。勤務っていうか、6時間営業でございます。こっち側の発言しちゃった。なんですけど。で、金曜日、土曜日だけ時間が1時間ずれまして、21時から、27時までの営業となっておりますね。アニソンバーだったり、なんかね、このコンセプトカフェとかってなってくると、なんかこう、わかるか、ハードルが高くなるかもしれないんですけど、もう全然もう、
もう初心者大歓迎みたいな感じ、もう全然ウェルカムだし、昨日とかも全然アニメの話してなかったので、ずっと後半から手相の話とか、手相がこんなでねみたいな話とかしてたりとか。で昨日なんかはですね、なんかね、番組テレビでちょっと取り上げていただいて、それで私が出てたんですけど、で面白いから見に来ました、本当にめちゃくちゃ喋りますねって言われたりとかして、それの流れで来てくださったりとかで、ね、反響が嬉しくてですね、ありがたいんですけれども。でなんか最近またね、私カナコリアの方のアカウントだけですけどリツイートしたんですけれども、ちょっとね記事にまたしていただいたり、なんかメディア関係ですね、記事にしていただいたりとかって感じになるので、はい、そっちの記事もねよかったら見てみてください。わたねからの方でもリツイートしましょうね、よろしくお願いします。ゴーさん、さてオムライス食べよう、食べてください。メサシさん、かなり明日七夕だけど何を願いますか。古文がたくさんできるといいな、よろしくお願いします。古文の皆さん、古文になりたい方々、よかったら、私の方に集まってくださいよろしくお願いします。そして、ベンジャロの方ですね、ベンジャロの方がですね、あまり説明ができないですね、説明ができないですね。ギノワンのとこベンジャロンで調べて食べてくださいよろしくお願いします。古文、昆布、漢字、何ルサシさんとゴーさんは何を言ってるんだ。あ、古文、あ、その古文ね、あ、ごめん、何言ってんだろうと思って、自分から駆け出したのか、出した話なのに、全然あれですね、ごめんなさいね。そう、古文ね、子供に、文ね、古文ね、古文希望者集まってください、頑張って。はい、何をするわけでもないんですけど、わたにかのの古文とか、1の古文とか、2の古文とか、3の古文、なんか、ピーちゃん、ゆうこじゃないピーみたいなことをね、言っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。くだらないこと言ってる。親分にはなれないですね。私が親分なのですいません。はい、親分の親分はいません。よろしくお願いします。クソだな。なんだこの番組は。意味がわからんぞ、本当に。まあ、浴衣を今日着るよっていうだけの番組でございます。そっちのコブじゃないです。すいません。ちょっとまあ、沖縄感が強い感じがするんですけど、私はね、沖縄大好きさんがそれを言っているってことはね。今日、キスケのモノマネなら任せてください。私よりうまくできるんですか？私の。ピーちゃん、ゆこじゃないピーって、うまくないですか私。うまいんですよ。あと、ニャースかな。ニャースでさ、喋るってよりか、私歌っちゃう人だから、ひふみよーってやつ、ね、あ、ひふみさん出ちゃうけど。なんで、ひふみよーって、なんか、ニャース、うまくない私。うまいでしょ。あとは、あれやだ、藤木くん、君は卑怯だよ。っていうやつね。似てない？似てるんだけど、浴衣姿を浮かずに夕食を食う、夕飯を食うの巻、どうぞぜひよろしくお願いします。全然もう言っていただければそうなんですねって言うから。亀津さん、ニャースのお前うまいし、ありがとうございます。あ、待てポケモンつながりで言ったらあれだな、そう、長澤くんもそうなんだけど、待って、チキッパン、よっしゃ決まった、あいだーって。武蔵さん、おじゃる丸のキャラクター、そう、さっきのね、ピーちゃんひよこじゃないピーはね、キスケはね、おじゃる丸のキャラクターで正解でございます。BGM が終わったぞー、 BGM が終わった。全然ごますり関係なかったね、普通にね。ただ単に普通に声真似をしていただけになっちゃいましたけれども。キャラクターたちね、私が真似しているキャラクターたちに対してのごますりだと思ってください。よろしくお願いしまーす。待ってね。なんかジングルとか流しとく、なんかちょっと、ジングルとか流しとくか、なんかあるかな、何もないな。なんかわかんない、エンディング曲っぽいやつ流しとく、あ、流しとくか、あ、これでいいか、はいはいはい今日はね、今日はもうこんなんでごめんなさいね、ちょっとね、 iTunes がもう本当に、なんか言うこと聞かないんで、私のこと嫌いって言うから、あれじゃん、照れてるかもしれないね、私の浴衣でかもしれんみたいな、本当にガンモわかんない、グーグーガンモわかんない、グーグーガンモはね、なんか聞いたことあるんだけどわかんない、ごめんなで、あ、そうそう、アニメの話をしたいと思ったんですよ。機械の嫉妬です。そうですね、その通りでございます。ザッツライトなんですけど、最近ガンダム見たんですよ。ガンダム、08正体見たんですけど、11話で完結するって、11話で完結できるボリュームなのかと思ったんですけど、めちゃくちゃしっかりまとまってて、めちゃくちゃ面白かったですね。普通に面白かったです。ガンダム系私あんまり見てなかったんですけど、普通に結構熱血系のガンダムとかだったら好きだなと思いましたね。熱血系のアニメ好きなんですよ。天元トップグレンラガンがそうなんですけど、ミラル、あれをやるぞ、あれか、あれもまた一強とか言われるんですけど、人と獣の二つの道がねじって交わる螺旋道、
昨日の敵を、昨日の敵で定めを砕く、明日の道をこの手で掴む、宿命合体グレン・ラガン、俺を誰だと思って嫌がるっていうね、あるんですけれども、これがマジでかっこいいんですよ。意味がわかるぐらいかっこよ、意味わかる、かっこいい、好きみたいな感じなんですけど、はい、ゼロワン正体がガンダム入門は熱い、あ、素晴らしい、あー、そうなんですよ、ガンダム入門しました、私ゼロ八正体で。で、あとポケットの中の戦争、ポケ戦みたいなのもいいよみたいなこと言われてるんですけど、見ようかなーって思ってですね。あ、一同霊も好きですよ。一同霊の漢字違いますね、許せないですよ一同も違いますね、漢字違うの許せない、そのガイアとガイアクオタクなんで許せない。あ、というわけで10秒前でございます。というわけで本日も、ガトリングラジオありがとうございました。この番組はアニソンバーアニバコベンチャロンの提供でお送りしました。徐々になんです。